One, fight! The tank! Fight!
じゃあ、ランガの2 on 2の早稲田式デッキをやるんで、トランプ渡しに行きますので引いてくださいね。
まあまだまあもう時間かな、わかんないけど、まあとりあえず配ったカードをちょっと見たいんで、ちょっとなんか今の対戦終わったらちょっとこの辺りに来て大会開始する感じで、ちょイベント開始する感じの雰囲気を作り出しておいてください。はい、すまん、来てそれ終わったらでいいから。はい、まあ、今日は、まあ、くじ引いてもらったんで、ランダム2 on 2 の、 あの早稲田式という感じで先方、まあ、1番目と2番目決めて、それぞれの人たちが対戦して、まあ、2勝したらそのまま終わりますけど、どっちかが勝ってどっちかが負けたみたいになったら、勝った人同士で最後決定戦ってことでやるんで、まあ、勝ち抜き戦じゃないんで、こう噛み合いでいい感じになります。ということで1番引いた人、引いてない。じゃあ渡せなかったっけ。じゃあこれ、はい、1番っておる。1番おったわ。はい、1番おった。まあ多分あっちのどっちか。ラウンド1ファイト。はい、じゃあ2、はい、ひとしと、はい、青葉さん、はい、3、はい、あぜさんと、多分パイパーさんかムナリさんのどっちか。はい、4、はい、シャルさん、はい、よかったですね。5、与えた、はい、5、はい、ムナリさん、5、バイパーさん、ちなみに3、はい、3、はい、1はじゃあ僕でやっていきましょう。6、はい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 、うねさんと福山、7は、はい、近藤さんともみお、はい、これで全員かな、全員ですね。はい、じゃあ1番はハイジンさんと僕で、はい、違います、2 on 2です、ランダムの、違います、1人キャラです、チーム戦です。はい、そうそうそう、運動さんとゴミをね、はい、今ちょっとトーナメント表ちょっとサクッと作るんで、ちょっと待っててね。じゃあ決まりましたね。怪人中野と
これもしかして登録した順になってる登録した順になってる登録した順になってるけどいいでしょうはい、俳人中野とひとしさんと青葉さんのチームが最初ですね。はい、じゃあキャラはまあみんなのメインということで、まあ、最初に使ったキャラずっと使ってくださいね。じゃあじゃあルールもう一回説明すると、1番目と2番目の人を最初決めてそれぞれがやります。で、まあそのまま2回勝ったら終わりです。で、1番目の人が負けて2番目の人が勝ったりしたら、まあそれぞれ1番目と2番目の人で戦って最後決定戦ってことでやります。はい、というので、じゃあやりましょう。ひとしさんが 2P だからこっちかな。はい、で我々がこっち。はい、でもみおくんは1番目と2番目の順番を聞いてください。あと喋ってください。よろしくお願いします。ああ、あ、はいはい、タコ様ですわ。タコ様ですわ。お前は違うやろが。タコ様ですわ。1回戦が、はい、俳人中野 VS、ひとし松本。そうですね、先方だけお願いします。あ、オババルログかな、うん、はい、じゃあ、1番目が彼で、はいはい、決まりました。スタートです。先方がひとし松本さんと、ワッピー側が俳人で、ツーピー側がひとし松本ですね。じゃあ、タコ様お願いします。はい、マイク入ってるよ、大丈夫だと思うよ。タコ様、実況お願いします。いやー、そんなこと言われてもねって感じですか。さーて、まずは波動で、波動でと。これね、フェイロン側ね、なんか近づくの難しそうに見えるけどね。あ、めっちゃいいな。乗り込みましたね。こうやったら、おお、いい暴れですね。なんと中足で暴れてて、完全に波動まで入れてましたね。できれば、ファイヤー波動になりますね。あー、確かにそうですね。さあ、怪人さんが一本押されてはいたけども、取ってますね。おーっと、おー、くんぐらい。おー、ちょっと早かった。おほほー、高中で止まんのね。便利な技やな、あれ。近づけ、おお、ちゃんと腕が出る。どうなんだ、フェイロンが厳しい。あー、届かない。はい、一旦盤石。おお、ほんと盤石。素晴らしい。はい、あ、そう、あれか、早稲田式早稲田式とは、さっきから言ってたけどね、トレピーが早稲田式だったそうです。まあなんか早稲田式わかんない人はちょっとこれ動画見ながらで。キャラはメインで、青葉さんだと彼はキャラだ。あれ本田や。本田、おい、確かにね、本田って、はい、とりあえず最初に決めたキャラで今日はそのままやりましょうという。そうね、うん、ま、あ、青葉さんの S 剣と、そうですね、今日はなんか S 剣を選びました。もう雪の S 剣です。あ、雪の子ハギテン、そうですね。ちょっとこれじゃあ手元にした方がいいのかな、こっち、これ手元にした方がいいのかな、これ。ただこれ出す拒否があるのか。いや、これはね、多分本田がどうなんだろう、一番きついのかな、 S 剣とか。その時代がきついよね。この S 剣はもう波動波動で、もう耐久はもう台足とかだけで OK ぐらいなのね。下手にもう攻める必要もないんじゃねえかぐらいなの。あっと、あ、
平井投げで追い返す。おー、ペパンタイク。おお。何気にあの有権のペパンタイクって強いのよね、昇竜ミスも。大昇竜おっと、おあるのかこれ。あおお、フライツの大道を。ああ、引っかかったがピオーダンだよ。おお、やる。いや、素晴らしい今の。ちゃんと繋がってましたね。おお、おお、調子に乗った。あれで半分減りますね。中もすぐ調子に乗る。さあ、岩田鈴木で。こうなるとちょっともう厳しい。大逆転は。お、大逆転が間に合わない。大昇竜大勢。じゃあ青葉さんと俳優さん。あ、なるほどね。じゃあこれがもう決勝戦的な感じで、はい。大神竜 VS 青葉エッシャー。これはいい勝負なんじゃないですか。まあとりあえず神経冷めないとってところでしょうけどね。あーっと竜巻巻き込まれて裏回って勝利はガード。おっと、あー、ただ返す流れない。ゲージ倒りましたね。これでもう竜が、おーっと、おー、やる、怪人さん素晴らしい。おお、ああやってね、あのスパコン絡みのコンボとかもできるとね、やっぱ強くなってきますよ。一気に決まるのがすごいですね。なんかシンプルだとあの近所も当たるんだなみたいな。おわーっと昇竜が失敗、波動になってましたね。そうですね、第3ラウンドなので、お、押しになってしまった。だって今竜巻が当たった方が良かったかもね。あ、龍がダメなんて追いやって、おっと、あっと、龍が出なかった。あー、これが痛い、これは痛い。しかし、あー、勝負もう完全無敵なんだ。あー、歩いて投げ。勝ったのは青葉チーム。ひとし青葉チームですね。おー、ごめんね、ごめんね。どうやってやるんですか。わかんない。じゃあ、川どうか。じゃあ、次がアゼバイパーチームとシャルタコチームですね。やっといて。はい。シャルタコが 2P でアゼバイパーが 1P ですね。これこっちマイク入ってんの、これ。はい、これマイク入ってんの、マイク入ってんじゃないの。入ってるよ、大丈夫。はい、はい、青葉さんは何、ちゃんと俺の言いたいこと伝わってたの。今日使うキャラずっとそれだよって言ったんだけど伝わってた、伝わってる、大丈夫。はい、じゃあ先方というか1人目2人目だけ決めてもらって、はい、じゃあ、はい、はい、じゃあ1人目はアゼさんとタコ様ですね。まあいい、ちょうどいい噛み合いじゃないですかね。え、うん、まあシャルさんにはね、まあでも、まあ、ガイルの方がいいのか、どうなんだろう、がいいのかちょっと分かんないけどね。いや、パイソンでしょ。まあ、レンキャンからうまい。さあ、アゼさんはね、残機戦ちょっと難があるんですよ。難があるんですか。難あります。富尾くんから見てどういうところが難なんですか。あ、こういうところ。え、それ何、不用意なソニックみたいな。いや、飛びが一方的に通っちゃってるからね。あ、でも今のタイミングの飛びはちょっとほら、ソニック出たと同時にもう飛んでるから、うん、結構厳しくない。いや、でもああいう位置取れるでしょ。取れる、リフトアッパー。本当に。はい。あ、これね、こういう、こういうのが良くない。そう、ガードはいけないってこと。お、うまい、今うまない。タコ様最強、タコ様、はい、お、最強、しっかりしてる、しっかり、しっかりしてる。じゃあ、じゃあ、なんで、じゃあ、はい、あ、で、最初の人と次の人でそれぞれ。タコ様、神がかってましたね。そう、早稲田式ってやつです。逆にあります、逆にアゼさんのガイルがちょっとね、ひよってた。はい、シャル、はい、どうぞどうぞ。フォークバーサスバイソンね。バイソン、まあ別に何使ってもいいですけど、今日一日それで過ごしてください。
はい、シャルさんはねバイソン以外使いたいんだよね。そうなんか、うん、なんかそんな感じはする。さあこれはバッティングセンターらしいですけどね、うん、ちょっとどっちの気持ちも実はわからないから箱があるんでね、ちょっと、あ、そうですね、ちょっとね、うん、慎重ですね、お互い。オアに、オアにドンピシャにね。あー、なんかこれはおお新学生新学生おい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 、シャルさん、いやまあ、あ、お、マジか、あー、セーフ。しゃがみぐらいだったからめっちゃ遠い。うわ、どっかでね行かないといけないですからね。そうですね。うわー三角飛びつえ。でもなんかフォークの体力めっちゃ減ってるんですけど、五分ぐらいですね。でもなんか一方的にフォークが攻め立ててる印象があるけど、まあこれはこれはクレイジーだもん。しっかりちょっとちょっとね、グリグラさん来た。あ、グリグラさん、グリグラさん来たらこの8に入っ、 8に入ってもらおうか、一人で。はい、で、グリグラさんはじゃあ一人で2キャラ使ってもらいましょう。あ、いいですね。途中から誰か来たら仲間になります。あーっと、ちょっとミスったか。死んだか。ダイヤステー削り角、あれ、あいや、でも、いや、まだ分かんない分かんない、もう読み合いになった。あー、読み合いになった。さすが。じゃあタコ様入ってください。シャルさんが途中で追加するのってどうやるのかな。できないかな、さすがに。あ、これできるわ、できるわ。さあ、フォークザンギ、なんだっけ、フォークザンギはザンギがちょっと有利です。台風前からちゃんと映ってますね。はい、アントミから、おっとおっと、しかし体力は素晴らしい。これやるやつじゃん。やるやつ、あいつやるやつじゃん。えこれシャルさん、タコ様と組むときなんかゲーみたいな顔してたから、これ謝らないといけないですよね。あ、ちゃんとコントロールなんかやるやつじゃん、あいつ。縦はいいけど、あーっと、これはね、ホークが、ね、読み合いだからね、読み合いだからね。うお、いった、うろうろしてるけど。さあ、下段刺さって、あー、めくりがやるやつ、おやるやつ。タコ様勝利、タコ様勝利ということは、シャルタコ様チームが、まあ、ウィナーで、ウィナーで、はい。じゃあ次、マキリムナーリとウネ福山ですね。ウネ福山こっち、ウネ福山こっちで、マキリムナーリこっち。さあ、いい試合が続いてますね。あ、いたいた。じゃあなんかコテさんいるんで、グリグラさんはコテさんと組んでください。はい、マキリさん、ムナーリさん、福山さん、ウネさん、一人目どっちかだけ教えて。どっちかだけいいですか。どっちかだけ先方というか、一人目どっちかだけ教えてください。はいはい、わかりました。はい、聞いた。こっちはどうぞ。こっちは一人目どっちかな。噛み合いがあるからね、噛み合いが、うん、一人目はムナーリ。はい、じゃあムナーリさんと、ウネさん、まあ、これはどうなんですか、噛み合い。下がったがいるときの、いいでしょこれ、いいの、うん、はい。なんかいい勝負続きますね。ねえ、はい、それでもこれ早稲田式ってスッて伝わらないの、これみんな攻撃、ハイパーの攻撃忘れてるみたいな。あーもう何年前あれ、ハイパーの攻撃このルールだからね。11年前じゃん。わかん、何年前かはわかんないけど、いや多分11年前、11はないだろ。いやだって2007年じゃない、あれ。そうかも、うん、ちょっとわかんない。あ、2007かも。ハイパーの攻撃ルールですから。しかもあの時はルール、あのキャラ何使ってもいいルールでしたから。あ、確かに1試合ごとに何書いてもいいんだからね。アントビから、あーっと、あーっと、あー、いい勝負。いやどっちどっち、おー、あー、上そばっとくるんだろう、上。さすが。
あっと、はい、決まる。もうきついですね。あ、もうきついね。もう7ぐらいある。ただヤヤさんがジャクソニックガードしちゃったら終わるみたいな。まあそう、割とね。さあ、いい裏剣だ。お、2位でこじ開けたが、お、足りない。うえ、相打ちが痛いな。痛いですね、これもう。ウネさんゆっくりやって、あー、間に合った。もうウネさんゆっくりやってるけど確定される。マーリさんが、おー、大キレイで、大ク届かない。おー、大パン、一大パン、お見事。じゃあこの作業ちょっとめんどくさいけどやる。次が福山、マキリ、はい、龍剣です。さあ、剣側はこれ波動拳の数数えるんだっけ。食らってる数を数えるけど、食らってる数か、奇数と偶数どっちがヤバいのかは知らない。俺はさあ、マーカスがね、ちゃんと数えてるかどうか。偶数がヤバいらしいです。偶数がヤバいな。さあ、福山さんは最近めっきりね、さあ、膝だ。このヒット数数えるときって、うん、まあいいか。さあ耐久が出ない。開幕は全然ヒット、まあ偶数だからね。さあ、おお、うまいぞ、うまいぞ。福山さんがだいぶパワーアップしてる。さあ、これは削る。おお、素晴らしい。最近伸び盛りなお二人で波動拳。お、いい連携だ。おお、勝利。お、中ボス見せる。やらせないですね。うん、つかみ。剣のつかみの後、昇竜出しとく説あるんですけどね。あー、確かに。お釣りないのかな。お釣りは、あの、一文字とか食らうけど、あ、はい、でも、あれ、膝の後、アントビになる確率2分の1だから。お、削り切った。じゃあ、削った。アントビになんない時もあるから。そう。昇竜出して食らわるか、カードになってお釣りもらうかなんで、はいはい、でお釣りもらった後って特に続きないんで、ないか。そう、出し毒じゃん。そう、少々竜出し毒説がね、割と濃厚ですね。いいセットプレーですね、それは。さあ、受ける、貯める。これチ、これそう、前話したんだけど、はい、チーム戦だったら仲間が数えてやりゃいいじゃんっていう結論になったんだよね。あー、なるほど。隣でこう1010みたいな感じでやって、指が立って、おー、大丈夫、来た。じゃあ、うなりさん頑張ってください。さあ、決定戦です。こう、指でこうサインして、指が立ってる時に波動拳打ったらやばいみたいな。そう、仲間が横で数えてろ説。それっていいの。いいでしょ。いいの、別に。だって横から後ろから、あいつやばいってアドバイスしてるのと一緒だよ。あ、まあまあそうか。あ、リュウサガット。これどうなの？リュウサガットはリュウが超有利でしょうね。ああ、そっか。で、川端さんが言ってましたよ。はいはいはい。お、じゃあこれはこれでいいですね。いや、なんかこの間ヤギャさんとやってて、はい、いや、すごいっすね、いいですねって言ったら、まあ、キャラさあるからねって言ってましたから。すごいっすか。うん。さあ、波動拳。遠目のサガットのジャンプ、割とロケッティアン。ああよ。割とロケッティアン。うわーい、かっこいい。おいおいおい、かっこいいのやろうとして失敗してる。あるよ。ああ。危ない。多分、立ち台キック、なんだろう。立ち台キック、なんだろう、なんかしたんだろうけど。スパコン？ダメでしたね。まあ、一応 K でもスパコン出るんで。あ、出ますね。はい。1フレーだけだけど。うん、ちょっと遠目のね、下がったの時は割とロケッティアなんですよね、対空が。ジャンプ中盤じゃダメなんですか。ジャンプ中盤ね、届かないね。届かない。うん、固まったが勝利渡らんきて、ダイヤシも当たらんやろみたいなとこで飛んでくるんですけど、結構。あー、もらった。死んだ。あー、あー、安ない。大丈夫大丈夫。あ、真空ですか。早く真空打てと言わんばかりの垂直飛ぶ。上から2位が上回りで、カードは硬いけど、あーっと、うなり勝利。
じゃあ近藤もみおが 1P でグリグラさんとコテさんがこっち。はい、一人目だけこう教えてください。はい、なんかこのキーボードとかトランプが全部ベタベタしてる、はい、タバコのやりのせいだ。ちょ、ペタペタ、ペタペタ具合がちょっと全部ベタベタしてる。なんなんこれ、うん、さあ、まあフェイロンとサガットだから、はい、向こうがマルログと、まあどっちがどっちがどっちでも変わんねえな。いや、多分桃代さんチームの方が組み合わせはいいのかなって個人的に思いますけどね。まあ、あのバルログが全てを終わらせられるんで。そう、はい、決まった。どっち、はい、向こうは一人目決まった。じゃあ一人目入ってください。サガットの方が良かった説。いや、これ違う、サガットの方ですよ。サガットですか。さあ、セーフ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 。さあ、ワンピーがもみおさんとザンギとコテさんのコテですね。まあフェイロンとやるよりはよっぽどマシでしょう。まずは取っときたいぞ、コテサガット。これもね、はい、これいい組み合わせなんですけど、はい、まあサガット有利ですね。サガットなんですね。サガットですね、はい、近距離弾打つ必要なくて、なくて全部足とかでいいんですよ。おー、酔ってるけど、はいはいはい、はい、いや今よくアッパが出せなかった。我慢、あの、が我々と取られてると思います。もうきつい、もうきつい、もつよ、終わりです。もみおさん、それでも、もみおだな。スパコンが全然出なかったけどね。あと一回、あと強引に行けるぞ。お、あー、バカさあ、まあ、あのローキックが強い、はい、あー、行った。足がね、はい、前足も長いし、はい、でも、ICローキックもきついと。結構ね、地上戦きついんですよね。でも、下タイガーが機能しないのかな、ザンギかなと思ったんだけどね。機能しなくていいんですよね。あ、それ、あ、うまいぞ、うまい。それ以外が強いから。あ、はぁ、死んだ。今ちょっと死の香りがしたけど。ちょっと匂ってきたぞ。死んでた感じ。さあ、うん、よく垂直しましたね。あ、あ、勝手さんは出るんだ、これ。まあ近づけないですね、はい、そうなると大足で行くしかないか。これ、ね、はい、下タイガーはまあ割と大足狙ってくる、はい、なんかありそうだぞ。あの垂直戻しづらい、はい、戻しづらいです。体力は、あー、ちょっと動かないな、これは。あ、まあ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 生きてる、はい、あ、あ、もうなるぞ。そこは我慢、もみおのうまさ。ああ打っちゃダメなんだか。もみおさん、ギリ取ったぞ。さあ、必然的に近藤さんのバルログと、グリグラさんのおそらくフェイロン。いや、でも剣もあるの。まあ、何使ってもいいんですけど、今日はそれだけよ。何使ってもいいんですけど、はい、1回使ったら全部今日その今日はそれだけよ。はい、はい、これはルーザーと考えてのフェイロンだよね、多分ね、はい、今日1日のね楽しさみたいな。まあ、投げれば、はい、軽投げしたらもう分かんないんですけど、はい、軽投げができないんで、基本的に。でも中野さんもバルログ使われてて、フェイロンアジスいかがですか。いや、軽投げされなきゃ負けない。やっぱ負けたんだ。あ、来たぞ。はい、この地のループ。あ、近づいた。あ、行きます、行きます。あやっぱね、はい、投げが決まるとやっぱもうちょっと本当あれです ね、 ね、違うんで。キャラさがなくなるんで。あれ、軽投げだと思ってよかったですね。軽投げはもう裏を持ってくるし、はい、継続力もあるし、はい、とんでもないですね。裏に行く、あ、狭いとこ回ってきた、裏に来た。近藤さんのこのループ、あ、グリグラさん2ドット、あ、3ドットか。まあ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 、投げればもう分かんない、はい、投げれば分かんない。そうですね。さ、そ、あ、何も出してないと見て吸いに行った。じゃあ、ウィナーズ2回戦でやりましょうか。はい、青葉さんのチームが 1P で、はい、シャルさんのチームが 2P ね。はい、タコ様、シャルさんチームが 2P で、青葉さん、ひとしまつもさんチームが 1P でお願いします。じゃあ、なんかさっきの通りで、
はい、1人目は誰かな。今日はちょっとタコ様が切れてますんでね。タコ様が切れてるからね、はいはい、バルログ倒しちゃうのかなこれは。まあ、はい、テイロンはちょっとどっちも嫌だよねっていう。そうですね。はい、決まった。じゃあ1人目どうぞ。青葉さんが S 剣でしたね。 S 剣使っちゃったんで、ね、今日は S 剣伝わってたのかな俺の。大丈夫かな。あの、ひとしさんがちゃんと報告しちゃうからね。さあ、さあ青葉さんの S 剣とタコ様の残儀。タコ様なんか今日やるやつだからな。そうですね、今日やるやつ、今日やるやつ、はもう走り詰めてますからね。さあ結構平で戦ってるはずだぞこの組み合わせ。なんか揉んでるけど、ほら、あ、しっかりや、あんま、ちょっとこれ、ぶちゃった、ぶちゃったパターンは。お、リードは、リード高さは、また切れるぞ。おー、ミドル。これ、はい、もうシャルさんが意外そうな顔してんのが面白いっすよ、ね、シャルさん、今のところ全、あの、全敗なので全然信じてないから。さあ、どう弱波動から引くぞ。ジャックハードきついね。きついですね。ダブラリで抜けたところでって感じですかね。さあ、うん、きつい。ここはよく出ました。うまい。まだいけない。お、ミドルが機能している。走っちゃった。飛びが鋭い。死んだ。走り食ってるの。一度ダウンさせたい。いや、きついですね。しかし、おばさん、バンジャックか。いや、もうあの空中竜巻。おお、あるぞ。よく出した。今差じゃなかったからちゃんとできてれば。これありましたよ。ちゃんとできてれば。お、ダイヤスタイプ。さあ、打って。さあ、こっちはしっかりってるぞ。ジャックハード打って飛んでくんのめっちゃきつい。きついですね。そう、なんもで寄らくのなさそう。何で落とすんですかね。ガードしかないですか。あ、なんか落としてくれた。大剣、大剣。タコ様やるやつだが、ちょっと距離が遠いか。さあ、タコ様、タコ様、それが、タコ様、それでもめげない、めげないか。ちょっと体力が、おお、なんかや、ありそう。あ、タコ様、あ、リバさんが出ない。いや、まだだ、ちょっと見ながら、わかんない、わかんない、死んだ。やるやつ。さあ、タコ様本日3連勝。やるやつじゃん。今日はちょっとなお来てますよ。はい、ありがとうございます。さあ、フェイロンとバイソンですね。はい。タコ様がやるやつだな。トルビさん最後減りましたね。はい。さあ、シャルバイソンタイプ早い人来たぞ。みんな早い早いって言うけど、はい、みんなサガットステージに言及しないから、実はステージの速さ分かってない説がありますよ。あ、そうなんだ。教えてくださいよ。サガットステージも相当速いですよ。いや、メモも速いらしいですね、なんか。そう、ああ結構遅らせましたね。結構遅れたよ。なかなかに歩きましたよ、今。はい、さあ、そして松本、このまま終わりたい。火曜日は第4連勝があったぞ。捕まえればね、分かんないからね。グランドで削る。アントムしっかりしとんな。しっかりしとんな。よく見た。松本さん投げに行ったが裏に行く。アントムしっかり、うん、削っ、ちゃんと削って、おお、盤石か。お、松本さん頑張れ。あ、これはしかし死ぬ。じゃあタコ様チーム勝利。では、マキリさん、ムナーリが 1P で、近藤さんとモミオが 2P ですね。はい、マキリさん、ムナーリさんが 1P で、近藤さんとモミオさんが 2P でお願いします。じゃあ、1人目だけ教えてね。まあ、ケンとサガットと、ザンギとバルログね。まあ、一応バルログには剣当てた方がいいよね。で、ザンギにはサガットだよね。そうですね。どっちが1人目かな。これいった、オッケー。もうちょっと待って、もう決まったらしいんで
これ組み合わせ次第ではワンチャンありますけど、組み合わせ次第で絶望あります。まあだからまあ今回のてか早稲田式はそういうルールなんで、はい。じゃあ一人目の方座ってください。はい、OK です。さあこれは来たか、頑張ったマーカスさんとこれはちょっとちょっと読みが外れましたね。剣残技がどうなんですか。もう未知数なんですか。剣らしいですよ。剣なんですね。足の速さがね、あるし跳ねにくいしね。しかしさっき桃代さん跳ね返しますからね、足が速いし、はい、一万丁はちょっとうざいし、ちょっと終わってきたな、はい、こういうのもあるんでね、やっぱさあ届かない、圧倒的うまい、さあストマックのうまいよ、うまい、もみよこれ見た、もみよじゃあもみよさんは、はい、何年か前、はい、10年前ぐらいに結構前ですね、四街道というところにいて、彼が高校生だったところ、はい、頃に、はい、まあ、ツーさんが遊びに来てくれて、遊びに来てそうで、まあボコボコにされて、それ以来ちょっと剣が苦手だったんですけど、長らく、いや10年の月日を超え、まあ克服したんじゃないですか、はい、しかしこのラウンドはマキリさんか、いやびっくり、ああ、お見事っぽいガード。よく我慢したぞ。うまい。うまいな。うろうろしてる。いやー、危ない、危ない、遠い、遠い、遠い。影のいい。これ、調子あるか。ないね。しっかり。いや、さすがに、ジャンプ賞金はちょっと。ジャンプ賞金はある。あ、ありなんですね。あるでしょ。だってもう、連覇で死ぬし。うまい。差し返して。さあ、影抜きから飛んでくる、ちょっと遠いな、中継がいいところで置いてあるの、ジョップ勝利、勝利、さあ、投げる、マキリさん、いい動き、あと一発、圏内入ってるぞ、飛んだ、まあ、S級入って分かんないよ、おお、こすなぎた、素直もう一回るぞ、おうまい、もうみんな魂のスキル3連チャン、はい、これ X でみんなテストモードの抜け方がうまいそうですねさあ、トリビさん絶望カード来ましたいやまあでもこれはい、まあ8か、まあ、7ぐらいかな、7、7あっちゃう、7ぐらいかな、はい、な、3に7ぐらいにしとく、あでもワンピーガーはちょっといい笑顔ですよこれ 2.5 か3ですよね 2.5 あれはうなりたかったな、死んだか、さあうまい、おっとこれはいいペースだな、いいペースですね、これでも使い手打って、まあ、最後思い待って取られますけど、あーあー、最後は山田知られるぞ、はい、さああー、すげえ、上が来るぞ、あ V スラッシュ、いや、これが狭いわ、あの軌道は一番ダメです、ダメです、出ないしね、あの軌道は一番きついですよ、はい、うわー、突っ越した来たぞ、おお、ナイスボタン、あ、浮いてる、でも、愛されてた、愛されてたな、今、浮いたな、おお、ありそうぞ、ああいうことやるしかないんですね、うまいぞ、しかし、こっからでも近藤さん来るぞ、もうスカイハイから打てないから、あバックジャンプショーパンチ、まあ、あれが唯一ね、はい、心の拠り所ですよあの上から来るのがあるんですからね、あれしかない、はい、さあ無駄ありさがと、これバックジャンプ飲んでるぞ、しかしないか、釣りが垂直も、うわーこれは座れるぞ、出ないぞ、さあルパニガで使用して、いやマシーの体が何どうすんのこれ、さあちょっと決めなかったか、あーいたい、あーちょっと痛い痛い痛い、スカイハイから打ってやってくれぞこれ、さあ何もしなくていいよ、もうこれ、あー打ってくれた打ってくれたこれ期待に応えたがあるんですよリクエストに応えてくれたさあ、もみおさん近藤さんチームが勝ちましたと、じゃあもみおそのまま、じゃあシャルタコチームこっちに行っていただいて、はい、これタコ様今日優勝しちゃうのか初のはい、じゃあなんか、はい、どっちが一人目で来るのかな、
ザンギバルログと、はい、バイソンバル、バイソンザンギ、まあ、はい、これも組み合わせありますからね、まあ、あるよ。プロレスはしたくないでしょうね、多分ね、うんうん、組み合わせあるからね、うん、決まった、決まった、決まったら座っていいよ、そのままこっち決まってるから。 GO。 はい、タコ様、タコ様、はい、大外れこれすごい二択に勝利し続けているね。そうですね、ねえ、もモミオチームなかなか運がいいね、うん、クレジットが、はい、はい、さあタコ様残機ステージ、残機ステージ来い。これはね、早いステージやわ、なるぞ。これは同キャラやりたかったよね。久し無常の香港さあ、ラウンド1ファイト、タイガーなんとかガーデン、さあこれ勝ったら、はい、タコ様やるやつだよな。おおおおお、一回た、読んで、読んでる、読んでる、来たか、惜しい、惜しいな、やってこい、なんかタコ様やる感出てる今日これ、あ、でも全員負けなしですかね。なんか雰囲気あるよ。あ、うまい、うまいぞ、歩いてるし、うん、今日はぴょんぴょんいかないぞ。おー、頑張って、まあ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 、裏に行く、4から3、いいガードですね、うん、さあ、若干、おー、入った、おー、おー、なんでなんでなんでトラビさん、なんで消え、タコ様、なんで消え投げ入るの、これ、これは残儀、これ残儀つけるぞ、これすごい、うん、さあ、バルロの前倒したの、おー、いや、ちょっと遠いな、間に合わないね。あ、今、今のタムラリ、ちょっとタムラリスペクトですよさあ、ポニーさん、ポニーさんの、これ、ちょっと、はい、ピオの回復で、はい、爪が出ちゃうみたいのを狙って、はい、タムラリしてたんですよ、今。しかし、今度さ、4回目、いや、これは終わりですね。おお、ワンチャン、いや、終わりでしょさすがにないか、終わりでしょ、こんなバルセロナ、ゴスモーター、まあ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 ただこれ、はい、すごいですよね。これループなかったらありそうでしたからね、今やる、あ、いい大パン対空だ、さあ、追い詰め、あ、うまいぞ、あ、いやー、狭い方投げられちゃったか、まあ、あれがね、辛いとこですよね、はい、さあ、おー、いいガードしとる、これ落ちるんだな、サムタマスライディング対空から、うまい、いや、もう一回転ばせな、いやー、きつい、さあ、ダブラルテ、さあ、近藤さんの方は冷静か、いや、でも、はい、お父様も我慢強いですよ、今日はちょっと我慢しますね、振り攻めしない、うわー、でも遠いな、遠い、ダブさんはあんな遠くに行くの、ダブさんバウログ倒せ、いやいやしかし死ぬ残念まあまあ、さあ、そして、モミオさんと、シャルさんのバイソンあ、さあ、さあ、タコ様チーム大外れがまた2回続きますよ、いやー、きついしいですね、はい、しかし、このバイソンならば、ザンギ倒そうぞ、はい、さあ、おー、いい歩き、はい、あー、確認して、お、いい短波ですね、うわー、とりあえず座れる、そうですね、とりあえずって死んだか、死んだっぽいぜ、確認しっかりうまいぞ、もみよしききたぞさあ、さあ、うわぁ危ない危ない危ない、しかし、はい、シャルさんが正解、そうですね、ダブラニーはアッパーなんでね、さあ、さあ、画面をしっかり押し戻して、うおい、うわぁ、まあまあまあ、うまい、今よく待ったな待ったネット待ち、はい、からシャルさんが、これはあんま行き過ぎないように、ダウンサイ、ダウンサイしなければ、おお、さあ、しっかり今度、さあ、た、2ラウンド目対応しきったシャルバイソン、歩いてくれ怖え怖え、ズンズン来ますね、あアッパー刺さる、うわー、当たっちゃったぞ、お、まだガードするまだガードするかね、まあ、さっくりか、まだ怖い、下段、下段から下段、おー、出した、浮いてる、さあ、アルバシュートから、さあ、コミックヘッド、まだいけない、ヘッド投げる、
死んだか何言った何で言っちゃったの今何言ったら死んだじゃあウィナーズはモミオチーム、はい、近藤さんとモミオさんチームが、ウィナーズ抜けです。じゃあルーザーズやりましょう。はい、廃人中野とアゼさんバイパーさんチーム、さあ MVP マイク持ち出したよ。いやーなんか皆さん何に来るかねなんで1回もスクリーン行かなかったんですか。もう読みなんですか。あれは読みですね。読みなんですか、はい、最後のバイソンの投げはえ最後のバイソンの投げはあれですか、はい、あれはないです投げにいっちゃやばい、はい、さあルーザーズ、はい、さあ廃人中野チームは先方決まりましたよ。やり方が分かんない。さあ、あぜさんか、はい、こっちは OK です。はい、こっちも OK です。じゃあはい、さあ、はい、あぜがいると、あぜいるさあ、主に中野さん、バイパーさん、温存で伝統の竜狩りからスタート。さあ、福山さん、これはいかがでしょうか、はいこれは私引きがっかりおー、リバーレイン。さあ、ショルテさあ、投げてアゼさんの場合は結構のらりくらり系なんで、そうなんですね、はい、もうアゼ中にもいいようにやられてますよ。たまれば強いですね、はい、しかし、進化たまったぞさあ、体力差がつけすぎか飛んだまあ、打つよね、みたいな、ね、さあ、さつま気が来て、ね、さあ、これは美味しくないですね、うん、投げ返す海外るかこの広い方でかいな。さあ、じりほど打ってあぜ中苦しい盤石、うん、しかしさあ、壊れそうだぞ、うわー、ガードなんてさあ、あぜさん逃げ切るか。あえる、あえる、盤石汗がえる。友田さんがもうすぐ到着するって書いてあります。アメビンさんも今いらっしゃったのでね。あ、さあ中野本田とバイパーホーク。これもやばいっすね。はい、どっちが終わってるんですかこれ。これは、はい、ホークが終わらない。しかしバイパーさんなら、バイパーさんなら、はい、俺たちがあるんだ。おさあ仕込んでるぞ、うん、中破管で全部 IH になっちゃうんですよね、中破管全部だ、はい、これ待たれたら苦しくなるぞ、うん、あの中野さんもすごい連打むちゃくちゃ速いですよね。あの雪の空式張りとはい、ツイッターでやられて、はい、おお、あるよ、あああ今度はめくっちゃやばい、よくやった。しかしフォーク側が持ってる、はい、ちょっと決め手が、おー、あいつ OK、 飛ぶかね中野飛ぶかね、中野さん、おみおさんからエールが飛びます遮断で待っとけば勝てますもう言っちゃったもんこれおー、うまくですよ、これはしょうがない、あんたも行く、今度は待ちきるか、あーおーっと結構やりにいってんのに勝っちゃうっていうのがやばい今度はしゃがんで待ってれば勝てる、めくるなよ、はい、なんで俺に行くの、中野さん、中野さん、何やってんの、行かなくていいよ中野さん、さあ急に冷静に残ってきたぞおー、いいな、新宿だな、あー、あるよ、決まって、あーっとおい中野何やってんだよ、バイパーさんの勝利、バイパーさん強かったじゃあ、次がマキリムナ、違う、ウネ福山が 1P でグリグラコテが 2P ですね、はい、
はい、結構フォークに飛んでましたね。ねねって、3が勝ったと。はい、 OK ですか。ウネ福山とグリグラコテ、はい、いましたね。はい、どっちが出るかな。うん、まあサガットにフェイロン当てたらもう終わりですからね。あー確かに、うん、同キャラになればまあみたいな。フェイロンサガット相当やばいでしょ。てかいないわいないわ、ウネ福山とかガイル、ガイル竜だからまあ難しいっすね。うん、フェイロンがちょっと機能しできないかな。難しいね。うん、ガイルとやるよりは竜とやった方が良さそうだけど。あーそうだね。うん、いや どっちなんだろうね。まあ、どっちゃにしてもって感じかな。あ、はい、じゃあ最初はグリグラさんで福山さんですね。なるほど、これはどっちかっていうとまあ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 やれるのかな。まあまあ感外料理はやれん。いやでもどうなんでしょうね。どうなんだろう、わかんない。さあ、福山龍とグリグラフェイロン、結構早稲田式はいいなと思うんですよね。たまにはいいよね、組合で。うん、なんとかなるし、なんとかなりますね。なんとなく懐かしい。そう、どっちにも出番あるしね。そうですね。絶対、うん、お出るよ。はいはいはい、あこれは何か、あー死ぬ、受け身なし、しょー、あーっと、ドンピシャめくりが、当たったのに、当たったのに。いや今のヒット確認できれば最強だった。でもめくりから直の投げは、うん、完璧にやると投げ返しできない説濃厚なんで。あ、そうなんですか。振り向いてないから。あー、まあはい、背中側に投げ判定ってないじゃん。はいはい、だから投げ返せないんだよ。じゃあもう無敵技で。そう、無敵技で暴れる以外は無理。なるほど、っていう。さあ、ユウの場合は竜巻だったらダメなんだよね。あー振り向いちゃうね。うん、そうそうそう、ちゃんと昇竜化しよう。うわー、なんか真空が漏れたっぽい昇竜拳だったけど。さあ福山さんが冷静になってなったのかな。なったでしょう。おうまい、対空投げ。さあ表からいかない、めくれ、めくって 2P が、うーん難しい。お投げる。あ、福山さん結構やりに行く。あっしゃな。ただまあマジで X もう最近はやりに行こうがいい説濃厚です。あーっと、あピオらなかった。あーに2回呼ばれてる。あーさあグリグラさん勝利で、若手同士の対決ですね。うねさんとうねこて。こてくんはややさんのガイルをやや倒しとるからな。あれベストバウトっていう人が多いそうです。さあ頑張ってほしい、お互いに。あれ色が違う、うねくん色が違いますね。これはステージと同化した。なるほど、白のとこ行ったらもう見えないですよガイル。今は見えるけど、うん、なるほどね。画面端背負ったらもうガイル見えないよ。消えてる。迷彩じゃん、完全に。迷彩、迷彩。もう消えてわかんない。それ狙ったの？狙ってる。マジか。あー、もうわかんない。もうガイルどこにいるかわかんなかったから。本当だ。わかんない。わかんないよ、もうこれ。さあ、エックがなんか突然出てくる。さあ、体力イーブンぐらい？いやでもいいですよ、ここ追い詰めたらもう分かんない。あー確かに時間もないし。あーっと売れていたい、飛びは通らない。これはきつい、これはもう何もしなくていい説。しゃがんで待ってればね。うんうん、ちょっと裏剣が痛かったかな。痛かったね。アイマク遅らせね。おうまい、サーブの光に上タイガー、細かいところ結構うまいですね。
大事、これいいですね。筐体側はなるべくバックジャンプの方がまあいい、ね、ああなるほどね、ためがたまるし、あーっとくぐらい、まあ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 些細な、さあ飛びは通らな い, ない。さあお互い先にソニック打たれるとねきついっすね。確かにきついっすねこれ。さあこれもうガイルペースかな、かなりね、うーんかなりガイル飛んだ、まあなくはない。あー大丈夫、めくりはダブルサバーダメでしょ、あー危ない危ない危ない。下がってもめくりは全部ステイガード、ステイガードだと思うけど、はい、めくられたことないからちょっと分かんないけど多分ステイガード、うん、あーあーとピオリーチ、あー大丈夫だった。まあまあまあ、あーおー絶妙、まあ人生は長い。さあ対空、さあ高低下がっとがうまいぞ、腕ガイルがちょっと切り替えした、アウト、おおおうおー今のうおーって、お投げに行った、いや悪くない悪く、あーあいやーいい勝負だった。さあグリグラさんの勝利、グリグラ高低チームの勝利。じゃあ次がアゼバイパーさんがこっち、アゼさんとがこっちで、ムナーリさんとたちがこっちね、先方申告お願いします。マキリムナーリさんがこっち、アゼバイパーがこっち、ガイルホークと、ケンサガット、まあこれはサガットとホーク当てたいよね。さあこれ先方重要、ロードさんが惜しいっつってますね、ロードさんじゃないですかこれは、ロードさん多分。いやーうね軍団がちょっとね、うね軍団でもうねさんが一番年下らしいですよ、うん、何歳だっけ分かんないけど、なんかそんなこと言ってた、二十歳ぐらい、うん、まだ 19? はい決まった、マジ、はいはい大丈夫、はい、じゃあ決まったらどうぞ座ってください、いいぞ、こっちは決まってるらしいんで、おラーメン屋の店主みたいな格好しながらって、はい、さあどうぞ、あー外れー、さあこれは外れた、またサガットがいる、あせっかくこれは良くないですね。ただアゼさんのサガットちゃんあんま見たことないんですよ。モミオくんは阿部さんに厳しいのかな。だってファイブオンのチームメイトでホンダに負けてんだよ。だ誰のホンダ、えベイビーナインさん、まあしょうがねえだろ、いやいや勝てたよあれは、まあ、確かにベイビーナインさんはどっちかっていうと、うん、有利キャラにしっかりやって、うんうん、まあ、不利キャラにはちゃんと負けるみたいな、そうそうそう、ところがあるから、まあ、勝ってほしかったところはあるね。なんだかんだ言っててもうなんかやられてるけどやばいんじゃない、いいですか、後ろでバイパーさんが見てますよ。もうこれちょっともうないですね、やること。ガンガードですよ。あー大剣立ち上げてでいいんですね、いいですね、うん、相打ちにはなるんで、うん、高めでチョップとか出してももう無駄なんで、あーそうかとか、はい、さあサガットガイル、なんかサガットが勝ってる、これは、あーっと、飛びがむずいよ、今の歩きアパカは裏蹴り、うん、ムナーリさん、中タイガー打ってるんじゃないか、これ中タイガー結構有効、中タイガー打ってるっぽいけどな、へちょっと速さがわかんないけど、これジャクでしょ、今中でしょ、ジャク、中結構、わかんない、もだだ、ダイもっと速くない、あーでもやばいよ、あっ大アゼさんが飛ばなければ勝てる、そうか、いや絶対飛ばないもんか、うん、アパー、おーしっかりしっかり、あれはリフトアッパー裏切ることあるんですか、いやまあないです、ないですよね、サガットには裏切らせる技は、うん、あんまない、すごい真上からジャンプダイパンとか、あの距離はないないですか、うん、もうああいうチョッケ、もしかしたら技出さないとダイエットになるとかそれあるかもしれない、あなるほど、リフトアッパーの目の前に着地みたいな、なんか死にそうなってる。さあアゼチューが機能しないぞ、
あー、うまい。ダルパンうまい。ひー、助けてー助けてー。あーっと、厳しい。あ、おっと、アズチューよ。なんかわかんなくなってきた。わかんなくなってきた。あー、出すのが早いあれちょっと早かったな。もうちょっと引きつければもうちょっと引きつければすいません。いやもうちょっと引きつければ。いやいい勝負だったな。それは嘘ですさあマキリとマイパーさん、もうちょっと引きつければ。さあさあ左下、今ダイヤシをバイパーさんがガードしたんですよね100回に1回入んないっていうのはもうあなたのせいでもないさあ上山さんも入んないらしい。バイパーチョップで青1。さあしかしおお大勝利。あー、いてー、敗者の言葉を聞くつもりはないですさあ大勝利パナしてしまって、うん、いい立ち回りはしてるんですけど ね、 そうですね。やっぱ1回ハマる、あの置き攻めに行かれるとね、ペンホーク難しいんだよね。あ、難しい簡単に勝てるこのあれがない、うん、ビジョンがない。じわじわやるしかないよね。あとバイパーチョップ、うまい。あとうまい、大ちゃんと大台風大、いや中だった、ごめん。いやでも死んだ死んだ。じゃあムナーリさん頑張って今年。これあれ因縁の対決。そうですね、まあさっきはリュウガイルやってましたけど、そう、野地合いではねリュウガイルずっとやってるんですよ、ね、リュウじゃないよいやリュウより下がったの方がいいでしょ、考え絶対そうですよさあバイパーホークとムナーリサガット、大足、足大足、大足、厳しい。これは大きい勝って、超ド高めで当てればスカルンですよね。そうですね、でもまあそれはサガットも分かるんで分かるよね。あーっと、ナイスナイス、うーん、さあ削り圏内、うん、しっかり、なかなかコンドルが打てないのがね。コンドルでも打つしかないんだよね全部普通のジャンプだともう惑わせられないから。確かにプリキャラの悲しみ。おっと、うわー、ダイヤシー歩きダイヤシーだ、起き上がり歩いてダイヤシー、うおー、あと3段4ないけ、うわー、ダイヤシー、これはさあムナーリさんの勝利。確かに。じゃあ次がグリグラさんがこっち、青葉さんのチームこっち。はい、まあサガットがいるんでもう分かんないですね。まあただフェイロンと、あ、フェイロンとエスケンだわ。そう、フェイロンとエスケンと、そう、エスケンならまだ、エスケンとサガットと、いやでもきついな。フェイロン同キャラはやりたくないけど、サガットフェイロンもやりたくない、何もやりたくないですね、これは。フェイロン絡みちょっときついよね。ちょっとね、まあサガットと当たるよりは同キャラの方がいいんじゃないですか。まあそうですよね。はい、じゃあ1人目は、あー、ダメなやつですね、これね。あと、フェイロンサガット、フェイロンサガットですね。あ、まあ、画面端でいくと概ね負けですね。あの、レックが返せない、レック返せないんで、もう終わりですね。あーはーはーはー、もうガードしかないですか。すごい引きつけて相打ちになりますからね、なんか頑張って、びっくりしますよこれ、めっちゃ引きつけてアッパーが打つと、なぜか相打ちになる時ありますからね。ガスナはショーですか。ショーじゃないかな、だって大でしょうもないとこ当たったら悲しすぎるよ。中はいけないのか、中でもいいけど。さあ、上タイガー近づくまでは大変。お、近づくまではね。ポテサガットは対空精度が高い。あ、しっかり、うん、あの前は一方勝ちできますね。そうですね、もっと近いとアパクが巻き込まれる。
バンバンバンっつって、そう、なんかこれか、これこの距離でちょっと怪しい。おっと、レクスが出なくて、あーしっかり、そう、引きつけてね、ちゃんと。もうちょっと近い前で、これね、この前はダメなんですね。この前はちょっとあかんね。わー、おー、ピョッター、大バーン、完璧でございます。さあ、キャラ差を覆した。はい、じゃあ次がグリグラさんと、青葉さんの S 剣。さあ、ペイバルログじゃなくて S 剣ですね。さあ、これはどうなんですか。いや、S 剣でしょ。まあ、小波動のね、あれを抜けられないと思うけど、あ、波動のつけはなさすぎる。なさすぎるね。ただ投げの受け身がないから、まあ、ネタにはいけないですね。さあ、単純に2択は通るのかな、その投げと。あ、無敵はダメか。ダメですね、うん、負けるわ。めくりもまあまあ分かりづらいしね。あー、なるほど。うわー、減ってる。あー、竜巻が大竜放して、おとりがなかった。飛んできますね。いやー、でもいい、いい竜巻ですよ。まあ、いいところでちょい歩きもする。うわー、おっと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 、触った、触ってない。ロケッキは強い。ダイヤシの判定は強い。これはちょっと、あー、投げる。まだ死んでない。いやー、きつお。夏巻きを出して巻きだった。では、サガット頑張ってほしい。さあ、S 剣とサガット、これ、S 剣の飛びを落とす方法はないですね。あー、強いもんな。遠目の飛びがマジで落ちないと思いますよ。ガードしかないですか。ないですね。おー、うまい。しっかり落とした。投げ返す。あーっと、きついきつい。あ、飛んで、もうこの距離割と飛び毒感ある。確かに。さあ、うまい、垂直。なんか落とせる技がなさそうな。ないですよ。立ち合いキックもダメなんですか。ダメですね。さあ、しかし削り圏内、もう波動が打てない。これは、うん、コテさんがやる。コテさん強いですね。さあ、飛ぶ。とさあ、コテサガトは飛んでいく。入れ替えて昇竜拳出すね。ああ、野口支援。さあ、食らって、うまいぞ。歩く歩く、飛びは通らない。まあ、おーっと、危ない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 、ちょっと危なかった。さあ、これは飛びを押した。素晴らしい。じゃあ、シャルタコチーム 2P に行ってくれ。すまん、あとだったわ。マキリムナーリチーム、こっち。マキリムナーリが 1P で、マキリムナーリ、こっち、グリグラコテ。うん、サガット同キャラあるんじゃない。サガット同キャラあるんじゃないですか。サガット同キャラはどっちが。サガットが有利です。サガット剣とフェイロンサガットなんで、まあもう分かんないですね。決まったらどうぞ。どうぞ。はい、はいはい、どうぞ。あー、同キャラじゃない。あ、よかった。よくはない。グリグラフェイロンと。よくはない。ムナーリさん的にはよくはない。あ、遠目はね、遠目は勝負できるんですけど、そうすね、近づかれるとちょっと割とオワって感じですね。あ、もうきつい。あ、もうきつい。もう画面足。さあ、しかしこれは勇気の下タイガー。さあ、ゲージ溜まった。あー、しっかりタイク。チェーン出し毒お釣りないんじゃない。ない、ないのか。あーっと、投げる。だが、下がれる、下がれる。生き返る。
上タイガーで相手対空上タイガー。さあムナリさんも上は通さないと。うわーっと変わったけど我慢強い。わあよくかぶした。あっと勝ち合った。うわーっと、あーなんか打っちゃったいやしょうがない。あれは打ちたくなる、来そうな雰囲気。うん、うわー触られた。わー一歩負けするんですよ。あーなんかマジであの距離打ち解く感がね。さあうん、ないんかい、やべやべないんかい、ないんかい、やー支援支援が強い。グリグラさんの対策がすごいですね。やっぱあの距離いやあの距離お釣りないんで。支援はお釣りないんですかお釣りはない、はい、お釣りなかったら打つわな超見て対岸にだから遅らせアッパーをすれば支援を潰せるはずなんだそれ。そう遅らせて打てばいいだ。さあ剣、まあ、剣サガットはまあサガットですよね。ですよね。ですね。お、ダッシュダッシュ掛けた。まあ、肝は先に波動拳打つことですね。そうですね。これはうわうまい、足が長い、球を打てですよね。いいお釣りだ。うん、オッケー。お、うまい。さああの垂直ね、ちょっと、ま、巻きりが、あーっとあの垂直、あーあー打っちゃった。あの垂直どうにかしたいですね。下がったの大昇龍、大昇龍ですね。はいはい。ただ結構早めに反応しないとダメなんで。あー難しいっすよね。早めじゃないと相打ちになっちゃうんでね。相打ちでもいいんだけど、もしくはトップスピードがあり。それはやりすぎればいや、やる人はやるでしょ。見てからは難しいよ。無理か、うん、おっ、玉よけうまい。引っかかって、これちょっと辛いんですよね。うまい、うまい。大足を投げる。今のはいい投げでしたね。さあ、マキリが取り返す。ああ、飛びちゃ飛びが通らない、飛びは通さないと。打ってさあ、この距離はもう打つしかない。さあ、うまい、ダイヤスタイク上、乗り移ってるな。わあ、お釣りがない。あるか、めくり竜巻正面だった。おー膝からやれー出るー。マーカスすごい。このままで、このままやってください。いやー今の良かったな。お互いくぐって投げましたからね。ねー、もうやるしかねえと。もうマジか。これは開幕垂直に合わせてきましたね。完全に読みですね。さあめくりガード、下がるが一気に画面味。さあスカルガードしている。おおおおおお、うまいな。ちゃんと影にして出る。さあゼロドット、うん、遅らせ。まあまあまあ難しいところ。さあグリグラさんがリーチ。おー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 、届かないんだよね。届かない、あれいいお釣りないんだよね。おーおー、出来は。さあ掴んで、これもう一丁。はい、これもうこれ見切りやっとだな。これなこれ、これはリクラリアットリクラリアットだよこれあー、長州さん。はいはいはい。さあさあ、なんかいい勝負が続いてますね。これ、あ、これ一つだな。これ一つ、あーと一方的な試合が全くない。さあおっと、これは落としづらい。どっか行っちゃう。うまい、まあまあ、生き延びた。あーっと
確認。三段下ってアルキシエンガード。おーっとやりに行くが、さすがに。さあきつい。これどうすんの？頑張る。ああ、まあこれはシエン。しょうがない。いやーでもマキリさんよく頑張りましたよ。じゃあこれはグリグラさんのチームは 1P かな。 1P ですね、はい。さあルーザーズの決勝がシャルタコ VS グリグラコテ、はいはいはい。さあバイソンがきついのかな。まあきついでしょうね。まあサガットは終わってますし、でもフェイロンは、いやまあただタコさんは今日やるやつだからね。た決まった、はい。タコ様今日すごいね、やっぱ田村さん乗り移ってたね。じゃあどうぞ、はい、はい。さあコテさんのサガットと、まあ、これはフェイロンにかくるよりはマシ。あ、ま、全然マシです。だけど、まあ、シャルさんがちょっとマシじゃない。あ、確かにフェイロンだからちょっと炎が嫌だよ ね。さあこの組み合わせはアルカこれどうなの、もみを。これはね、でもこれこのザンギの中ではいけるでしょ。全然いけるでしょ。ザンギというキャラの中ではいけるでしょ。むしろ突き詰めれば有利ぐらいあるんじゃないかな。有利ある、うん。有利ダメージ差はね、すごいから。ああ、IH とかで、あのいろいろね。そう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 、ダイヤシとミドルキック。そうだよね。この2点セットローキックきつくない。ローキック下がったの。いや全然タッチショーケーキ辛くない。全然踏み込めるから。なるほど、うん、台足の方がやばいのか。そうそうそう。ダイパンはいかがですか。ダイパンはね、うまい。一応スカって台足が当たるから。確かに。あんまりサガトがもう大振りができない。あーガードを選択したんですけどね。あーっと遠かった。遠い、遠かった。ちょっと遠かった。あの前はジャンプ中キックですね。なるほど。で、台足が2ヒットします。2ヒットするあの前で、はい、本当に。ただ大、ジャンプ台キックだと台パンにしちゃうと遠く行っちゃうんだ、うん、ダメなんですよ。宙にするとノックバックが少ないから、はいはい、OK と、はい、なるほどね。そうです。さあさあ、ホイホイタイム。プンチン見てるか見てないと思います。なんか明日あるんですよね。明日津田沼エースでやります。じゃあ大会終わったらもうみんな見ないから大会の間に宣伝した方がいいよ津田沼エース明日あります。1時間あります。フリップがね。まあそうこうしているうちに、おお、あと短パワン、短パンチ。あーこれはモミオ的にはどっちの方がいいんですかね。ヘッド、シャルさんのチームが勝ち上がった方がいいかな。いいの。なるほどね。フェイロンやだ、フェイロンサガットはちょっとやだ、うん、投げて。どっちでもどっちもきついけどね実際は、まあ、ザンギがね、はい、さあ勝てーぞシャルさん。あーっとと、シャルさんは片尾だからな。シャルさん片尾だからね。片尾だけど、あーだ、おっと、パッパッ、おっと。まあまあでもこれはちょっときつい。しっかり。いやーすごかったな。じゃあ頑張って。これはちょっとねかわいそうだなって思いますよまあなんかエアさんはバックジャンプしてアパカ打てばいいでって言ってたんでバックジャンプしてて突っ込んできたらアパカ打てばいいでって言ってたらしいんですけど、実際あのため解除した時にタイガー打てばそうなのかな、うん、いや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 、これ全然痛くないからね。これこそもう打てない。ダメージ差がひどいもう打てない。もうあれシャルさんフェイントしてる、フェイント、フェイントしてる。あ無意味無意味引っかからねえよと。フェイントの意味。いやーコテ君ちょっとこれは厳しいな。だってもうモーション見てからじゃなくて、うん、球見てから打つもん、ね、確かにあー痛え。間に合っちゃうからやべえな。あーおっとおっと、シャルフダイパー出よう
いや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 待てー、シャルさん寒い、何もしてくんない。あーしっかり、じゃあ、まあ、しかし、しっかり倒して、じゃあウィナーズの人は組み合わせを決めていいことにしましょう。戦う組み合わせを、じゃあモミオチームが順番を指定してモミオが入るということにしましょう。はい、ワンピー 2P はまあじゃあ選んでくれ、選んで、せめて、いやルーザーズがせめて選んでうん、じゃあモミオチームは順番を決めていいです。どっちと戦うか決めていいです。これこれ近藤さんにタコさんも言ってほしいな、うん、いや順番も決めていいよ、順番も、うん、どっちかこれでいい、はい、じゃあはい、じゃあ、さあ決勝戦が決勝戦じゃあさあもみおさんがプロレス拒否しましたよタコ様を近藤さんで、はい、切り刻んでということで、はい、まあそうですよねまあそう、だってトレビーさん、バルボさんって誰、どっち選びますか。はい、あの バイソンとザンギだ。まあいや、まあ、いやだってバイソンって負けるもん。そりゃザンギだわ、うん、いやでも今日はねちょっとミラクルがね、さっきちょっとタコ様やるやつだからやるやつだからね。さっきはちなみにありそうでしたからね。ありそうだったもんね、はい、そう。さあ決勝、場所は先ほどまだ当たってるんですけどね、はい、はい、場所はブランカステージ来たぞ。おお、おこれさ、これねこれスライディングと飛びが噛み合っても結構こうなるんですよね。暗い投げられちゃうんですよね。てかテラーも溜まってるしさあ今度さ冷徹なのいや潰したけど一定の距離はキープ。いやでもタコさんはなんか、うん、いい動きしてるよ、うん、なんか台足刺さりそうだ、来たぞさあタコさんは初優勝なるか。あ刺さる、しかし死ぬさあ、まあ、まあまあまあ、はい、でもそういうもんです開幕からいったあ今度は吸って投げ方が 今ちょっとバックスラッシュ読みましたけどじゃあポニーさんに2回当てて、あー痛いな、裏に来る、次は裏に来る、お横川さん、まあ全然ありです、うん、うわーダブラリが吸っちゃうんだな死んだダブラリが吸われた。さあまずは近藤さんが1本、いやダブラリ吸われたらたまったもんじゃないよねちゃんと出てたんですけどねね、さあここはもみおさん勝って完全優勝したいところだぞそれとも決定戦まで行くかサルバイソンさあさあもみおさんがあ、おはようございます、もみおさんが行った、皆さんおはようございますコエモンさんの野郎俺ですね、そこは鼻が硬いあー、ぴょーっチーターか、チーターここでシャルバイソンが中断強い、いやトリフさんのマイクを割るのがポイントですあー、いったどっちだ、あー、当たっちゃったぞ、でもまあまあまあ、あーっと、軽投げ、さっきも見た、でも今度は露骨に投げていきましょう、あ、死んだ、あー、まあ、あー、憎いねガードしているこの男、さあ、もみおさんリーチいやまあわかんないよ、あー、大丈夫、はい、直球何もしない、シャルさん、転ばされるわけにはいかない、あもう近い近いあ、この味が近い、そう、でもさっきトロピンさんのおっしゃったらアッパーなんですよね、ダブルハン、おー、うまい噛み合いでね、はい、あ、直球見てからやると、こう、軽ラリで短いっつって、はい、あの台足が置かれてる時もあるんで、あー大丈夫大丈夫大丈夫シャルさん嬉しい、あーあとはコマチ来たか、しっかりもうこれ削れるでしょ、モミオさん、あーっといったモミオさあ優勝は
決定戦の近藤さんの丸六対入っちゃダメですよ、シャールさんの丸六。バイソンバルログはどうなんですか。バイソンバルログは、まあ、はい、なんだけど、はい、捕まるともう五分だよね。あ、そうなんですね、うん、なんかでっかい大会の決勝でもね、掴み行くからループあるもんね。で、裏回りネタとかもあるから、はい、ため解除もできるし。あ、そうなんですね。さあ、注目して見ていきたい。ただ捕まえるのがちょっとね、大変。これがね、捕まえられるか、これがね、ここ、ここ来ますね、来ますね。いやー、どっか行っちゃう。近藤さんもしっかりしてますね。上通ったけど、肋骨に行くしかないか。スパコンもあるんでね。そうですね。リードしてるから。うー、投げた。わかんない。おー、投げない。テラー待ちしてた。おー、うますぎる。自動で出るやつ。あー、高いのあれ。爪は、爪ひれ、強し。これは裏。裏じゃなくて表か今。あの丸六の方とは違って爪止まらなかったぞ今。わあ、引っかかって今度は高い。高かったな。今度も高い。しっかりガードから。さあ、しかしバルセロナは回避しますよ。どっち。スーパーゲージ。遠くで振ってるのはショーキックですね。はい、スライディング潰せるんですよ。しゃがみショーキックで。バルログの、あ、そうですね、そうそうそう、バイソンが、はい、ね、で、潰して、はい、ダッシュグラウンドまで行けると。ああ、引っかかって、今度はうまいぞ、しっかり、うん、しっかり投げて、攻撃で、ミキサーがやってんのか見ましたよ、今裏回りから投げる。さあ、ダブルリーチですよ。あ、潰した。シャルバイソン、タコ様を優勝エスコートしてほしいね。しかし、近藤さんも強いぞ。うわ、当たっちゃったぞ。表ガード投げない。ここまで来たら、うわ、当たったぞ。遠い。うわー、ちょっとできない。裏に来る。そうそう、自動で振り向く。あるか。しっかり3段繋いでいる。さあ、取った。投げる。シャルバイソン勝った。さあ、優勝はなんとシャルさん、タコさんチーム、おめでとうございます。じゃあ、一言もらいましょう。シャルさんから、シャルさんからですね。タコ様が輝いてたんで勝てました、ありがとうございます。イエーイ、はい、じゃあ、タコ様、なんかタコ様アンチに一言。まあ、なんか ありがとうございました。何も言えんわ。まあ、後半は本当シャルのおかげで勝てました、ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、まあ今日は終わりなんで、なんか人がいっぱいいるんで対戦楽しんでください。一応対戦表というか組み合わせの表、まあ一応 URL で一応貼っといたんで、今更ですけど見たかったら見てください。はい、
Thank you.
はい。
はい、round two.
Shut up!
Yeah.
Thank you.
Fight!
Fight!
Thank you.
ました。